昨日からすごいよな。お前昨日からほんとすごいよな。お前しかもお前シンジ大好きだな。そんな装備で大丈夫か。ララ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 ラねえ、エルプー先生もね、これ明日4時起き、仕事で4時起き。仕事で4時起きってなんですかね。築地に競りでも行くんですかね。さあ、こちら。さあ、サナ・スライム・ベス・コム。まあ、いわゆるこのベス軍の、これ最強メンバーじゃないですか。マジな話。あの、かつて全バージョンね、3.1 のフィグコロで、もうマジ上昇を誇った、このメンバーっすよ。もう上昇を誇った今日最高メンバーが日曜日で集結できているフィグコロ行くかというところで、これはね皆さん勝つんじゃないですか。ただこのねベスコムスライムサナー勝っちゃうと、そろいやそろそろえメンツ変わった、えメンツ変わってる、メンツ変わってないでしょ、メンツ変わってないでしょ、メンツ変わってない、変わってない、エルブジム変わってない。タックソレオーとエルブがあれば変わってないです。危ねえよ。勝手に変えないでくれよ。ベッドやってんのにメンバー。おい。ベッドやってんのにメンバー変えられちゃうとよ。苦情来るからよ。さあ、400対400からスタートいたしましたが、ちなみに私ね、何にも前半喋ることないじゃないですか。わかります？コロシアムよーいドンってスタートして、何にも喋ることないときに、400対400からのって言わなくていいこと毎回言ってます。皆さん。これ知ってました？もう俺も自分でとりあえず言うことになって思うときはパッと目についたあの数字見て400対400からスタートしました。当たり前だろお前。俺自分のあの実況たまに見返すと当たり前だろ、この何が400対400だっつって。あとあの微妙なときは時計の分数言います。時計の分数、ここで1分経過しましてっつって、あのとりあえずあのとりあえず言うことないときは点数とあの時計をなんとか見ていくっていう、あのそういうテクニックをよく使ってますね。そして、まあ、あと言うこと困るときは、サナガ武道家、スライム盗賊、ベスパラディン、コム僧侶っていう、もう別に見りゃわかることをいちいち言います。皆さん、そういうの大事ですから。そこら辺から来ると、たまにちょっと余裕が出てくると、ちょっとたまに技名に触れたりしますね。ここで、ここでしっかりと、放送してんの、こちら、コムがベホイムを、これは今、ベホイムを 1.2 秒の炎症速度ですから、つって、あの、わけのわかんないことでケムに巻きますね。で、ここら辺から試合が動き出すとね、ここで100ポイントリードは、ベス軍、つって。いや 100ポイントリードはベス軍って言って、あの見てわかること言います。見てわかること。で、ベスが150ポイント抱えまして、パラディンとか言って、ちょっとね、ここで攻めます。パラディンが150抱えてるから渋いよっていうようなことを、まあ一応そんなノリでいきますけど、さあ、ワールボー、ライガークラッシュ、打ってからのコム、落とされましてからの550。さあ、150ポイント、現在リードからは。あと、お前ら、そうなるよ、だって。いや、お前らもやってみじゃん。お前らも一回自分で俺の声消して自分で実況とかやってみよう、ほんと。いかに俺が頑張ってるかわかるよ。いやいや、マジ。お前ら一回やってみ、マジで。一回ちょっと消して実況やってみ。俺と同じようなこと絶対言うから。なんか、バカにしようになるよ、俺。さあ、というところで皆様、こちら、折り返し地点2分半かですね。格闘ゲームの実況、ほんとかよ。渋いな。結構上手い方だ。いや、まあね。まあなんていうかね、まあノリだから。ノリでやってますから、ノリで。さあ455からの345、さあエルブーがポイントを抱えてますが、さあ魔法使いのエルブー軍がポイントを抱えというところで、さあこれはね、まあ、バラしますけど皆さん、これはね私もいつもね練習してるし、まあ、先生方ですけどバラしますけどね、これはレオードさん皮を入れますよ、さすがに。このポイント状況でねエルブーが255持ってる、これはねレオードさんがもう絶妙なところでカバーを入れますけど、カバーを入れませんでしたね。もうエルプーさん落とされまして、これ作戦ですね、先生方の。これエルプーをわざとこう一回落とさしといて、一回落とさしといてからの415385。これまだね、リードがあるんで、ここはね、やはりエルプーが後半ポイント持ってるの危ないということで、一回これ落としまして、こちらが、サナが落ちてからの、これが、どうなんだ、このコムがどうなんだ、もう今日タックソ先生がね、もうタックソ先生が本当真面目なんでね、スカイプ繋いでると、
もう俺とかリズキシがバカみたいな話してるのに、タックソさんだけ、もうタックソ先生だけはブレずにコロシアムの話するんですよ。で俺とか、いや本当、おい、なんかホームレス裏で放送やってんなとか言って、おホームレスあいつ放送やってんな、あいつももう真面目にやってきたのに終わったなとか、どうでもいい話してんのに、タックソ先生が、え、ホームレスって何ですかっつって、まあそういうことも言うんですけど、まあそれで、あ、今ちょっとこう今下がんないと、え、これはね回復、これはザオザオ行く、ザオ行きますって言ってんのに、いや本当、え、これどこで放送やってんのホームレスとか言って、俺が言ってんのにタクソ先生だけは、ちょっと今のはね、いや今のは戻んないでほしかったなーって、タクソ先生だけはずっとねちゃんと真面目に、まあ、いやいやタクソはね本当真面目にコロシアムのこと言うんですよ。でも俺とかリズキシとかどうでもいいこと言って、でエルブーさんはなんかもうひたすらタクソにケチをつけてるみたいな。さあ272、さあワルボー、これブドウガですね。え、ブドウガワルボーからがしっかりポイントを抱えてレオード100。さあこちらがベススライム、さあスライムがポイント取ってから441。さあレオードが見とれてしまう、レオードが見とれてしまって、これがタックソが落とされて、これまずいか、タックソ落とされて、うわーとか言ってしょ今、いやいやタックソが落とされてからの、これあれ、これ先生方大丈夫、これ先生方、これベスが守、これはどうなのか、レオードエルブータクソワルボー先生軍が勝利というところで、皆様、いや今のラストのラストはね、あのタクソ先生がね常日頃言っているポイント管理ですよね。